皆様こんばんは。本当に多くの皆様にこの空母にお集まりいただきまして、今感無量でございます。1999年に初めてこの浜松で政治活動を始めまして、昨年4月に市長職を退任をいたしました。まずはこの25年間本当に皆様にお支えをいただきまして、ここまでお育ていただきましたことに心から感謝申し上げます。昨年の4月に市長職を退任をいたしまして、これで政治とは一区切りということで、新たな第一歩を踏み出していたところです。しかし川勝知事が突然辞職をされまして、県政が混迷を深める中、もう一度自分が必要とされるならば県政の牽引役となって最後のご奉公のつもりで頑張ろうと決断をいたしました。隣にいる妻にこの決断を告げると、あなたが決断したなら頑張ってやってくださいと応援をいただきました。妻の了解が得られました。あとは進むだけであります。皆様にお支えをいただきまして、衆議院議員2期5年、そして市長4期16年務めてまいりました。この間に本当にいろいろな経験をさせていただきました。私が積み上げたこの経験、知見、ネットワーク、こうしたものを全部注ぎ込んで、この混迷する県政を立て直し、そしてさらに静岡県をもっともっと発展をさせていく、そのために全力を尽くしてまいります。私の今回のスローガンは、オール静岡で幸福度日本一の静岡県を作ろうというものであります。今までやってきたことを全部注ぎ込んで、この西部も中部も東部もそれぞれの県民の皆さんが、この静岡県に住んでよかった、本当にここは暮らしやすくていいとこだ、みんなが幸福感を持てる、そんな県を作っていきたい、そのために立ち上がりました。浜松市は国土縮図型都市と言われます。ご存知のように12市町村が合併いたしまして、面積は伊豆半島より大きいんです。長野の県境界からこの町中まで、本当に大きな市の中に、地域の半分は過疎の指定を受けていた地域であります。あらゆる自然、あらゆる産業、あらゆる地域特性を持った市であるということで、日本をぎゅっと縮めたような都市ということで、国土縮図型都市と言われています。逆に言えばこの浜松にはあらゆる行政課題が詰まっています。同じ政令市でも、河村市長の名古屋市には過疎対策はありません、林業政策もありません。浜松は全部やらなければいけない。過疎の地域の皆様に寄り添って、そしてまたこの中心市街地の活性化、あらゆる行政課題が詰まっている、そんな市の舵取りを16年間務めてきて、いろんな経験を積みました。これは即戦力として必ず県政に生かせると思います。もう一度やりますの精神で県政の立て直しに全力を尽くしたいと思います。この空もこの地に立ちますと、2007年の
あの激烈な市長選挙を思い出します。あの時は88のマニフェストを掲げてやりますというスローガンで選挙戦を戦ってまいりました。今回あの初心に戻ってもう一度やりますの精神で頑張ってまいりたいと思います。あの時の私のマニフェストの第一番は子供第一主義でありました。結婚から出産、結婚から妊娠出産、子育て教育まで切れ目のない支援をして、若い皆さんが安心して結婚して子供を産み育てられる、そんな地域を作っていきたい、いろんな施策を行ってまいりました。今人口減少社会といわれる、どんどん人口が減って大変厳しい時代が訪れようとしています。そうした時代にもっともっとですね、若い人たちが夢を持って結婚をし子供を産み育てられるような、そんな地域を作っていきたい。今までここで経験したことを今度は県下全域にですね広げていきたいと思います。先ほど河村市長からも産業政策が大事だというお話がありました。当時私が市長になった時には浜松から企業がどん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 市外に流出をしていました。それは企業立地できる土地がなかったからです。このままでは浜松はどん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 衰退してしまう。そこで市街化調整区域をの規制緩和を国にお願いをして、一定の地域を企業立地誘導地域として認めてもらうために国の総合特区制度を活用して、今企業のものづくりの企業が集積をしている三方原宮古田地区に340社を超える企業の誘致をいたしました。この手法は全県で使えます。静岡にも、この前は裾野にも行ってきましたけれども、みんな今企業誘致で困っています。企業が誘致をしたい、企業を誘致したいけれどもなかなか適正な土地がない。浜松でやったこの特区を使った規制緩和で市街化調整区域の中に一定程度農業と並立するように企業誘致を認めてもらう、そのことによってですね、もっともっと企業を誘致できる。静岡も富士山麓も東部もみんなですね、ものすごい潜在力を持っている。今回静岡県内津々浦々回ってみてそのことを痛感をいたしました。浜松で培ったスタートアップベンチャー政策もですね、これから全県に広げていきたいと思います。伊豆の地域はですね、首都圏から近いし、もっともっとですねベンチャー企業を誘致できる、私ならできると確信を持ちました。これから浜松でやってきたことをですね全県に広げていきたいと思います。いよいよもうそろそろ終わりという指示が来ておりますので、まとめたいと思いますけれども、いろんな課題もいっぱいあります。防災もあります、交通の問題もあります。そして何よりも今河村市長から提言されたリニアの問題、あるいはこの演習などの海浜公園の県営野球場整備の問題、いろいろな課題もある。これからそうした課題を一つ一つクリアをして何としても実現をしていかなきゃいけない。私はこれまでいろんな新しいことをやってきました。新しいことをやれば必ず課題がある、必ず問題が起こる。でもそこで問題があるからやめるんではなくて、どうしたらできるかを考えたい、どうしたら実現できるかを問いたい、こうした姿勢でこれまで難問をいろいろとですね解決しながらここまでやってまいりました。問題があるからやめるんじゃなくて、問題を解決して前に進む、これが鈴木康友の政治姿勢であります。この姿勢はこれからも
一貫して持ち続け、リニアの問題も野球場の問題も全力を尽くして実現をしてまいりたいというふうに思います。いよいよ17日間の選挙戦が本日スタートしました。大変厳しい選挙であります。中部東部、まだまだ私のことを知らない人もたくさんいらっしゃる。こういうところにもですね、どんどん支援の輪を広げて何としても勝ち抜きたい。そのためには今日お集まりの皆さん、ぜひ皆さんの確かな一票もはもちろんでございますけれども、これから中部地区や東部地区にお知り合いがありましたら、ぜひ鈴木康友を頼むと、信頼に足る男だとぜひお声掛けをいただきたいと思います。必ず皆さんの期待に応えてまいります。やりますの精神でもう一度県政を立て直し、静岡県をもっともっと発展をさせていく。共に皆さん戦ってください。共にやりましょう。ありがとうございました。皆様、温かく力強い大きなご支援ありがとうございます。それでは結びに、国民民主党幹事長参議院議員新馬和也様にご挨拶と頑張ろう参照をお願いいたします。ただいまご紹介を賜りました、国民民主党幹事長新馬和也57歳、趣味は鈴木康友でございます。いよいよ戦いの火蓋が切って落とされました。これからの17日間、皆さんと一緒に鈴木康友候補を県政の壇上に押し上げたいと思います。政治家には2種類の政治家があります。一つは税金を集める側に寄り添う政治家、二人目は税金を払う側に寄り添う政治家です。鈴木康友候補は明らかに後者の働いて働いて税金を払う側の気持ちをずっと持ち続けている政治家であります。この鈴木康友さんを私は何とか県知事に皆さんの力と一緒に押し上げていきたい。ただ相手は手強いよ。すごい組織力とすごい動員力とすごい権力を使って我々を攻めていく。しかし皆さん、守りに入ったら負けます。前へ前へ進んで鈴木康夫さんを支えて、この選挙一緒に勝ち抜こうではありませんか。皆さんの心を一つにするために頑張ろう参照を行いたいと思います。それでは構えて、鈴木康友県知事誕生のために、そしてふるさと静岡の発展のために、一致団結頑張ろう頑張ろう。